ツーパンプスさんです、はい、元気があれば何でもできる。まだ日本にプロレス団体が一つしかなかった時代、 TBS が新しいプロレス団体のテレビ中継を始めました。団体のエースはラグビー出身のグレイト草津、いたね、はい、覚えてますよ。1968年の1月3日、細かい。ゴールデンタイムで生中継、対戦相手はルーテーズ。懐かしい。すごいね。60分3本のヘビー級タイトルマッチでした。ところが、ゴングが鳴った瞬間に、グレート草津のバックを取ったルーテーズ、いきなり必殺技のバックドロップを炸裂、猛烈なスピードで後頭部をマットに叩きつけられたグレート選手は、失神。ピクリとも動きません。草津選手のセコンドからタオルが投げ込まれ、2本目を放棄、試合終了でした。超満員の会場を静まり返り、異様な雰囲気でした。困ったのは、1時間の中継を予定していたテレビ局。そうだよね。はい、これよくあるあるです。今でもプロレス業界で草津のバックドロップ失神事件と言われる大ハプニング。このハプニングが原因で、グレート選手の引退するまでトップになれなかったこと、うんうん、団体の国際プロレスが常に3番目の扱いになり、プロレス中継は視聴率が取れず、うん、東京チャンネルでテレ東に引き渡されたという話があります。そういう経緯があったんだね。よくさ、ボクシングであるんですよ。井上選手なんて今強いじゃないですか、はいはい、彼の、 あの試合ってすぐ終わっちゃうので、うん、1時間2時間撮ってる番組が、うん、ガーンってやって終わっちゃうんですよ。そうすると残りの50分どうするみたいになっちゃう。その昔の過去のね、映像流したりとか、もう大変ですよこれ。もう用意しとくんでしょうね、さすがにね、もうわかるから。困るよね。そうですよね。特に昔のね、プロレスのテレビなんつったらね。いやー、そういう経緯があったんだね。面白いね。よくすごい知ってますね。ツーパンプスさんね。覚えてる覚えてる。